はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。11時、20分を回りましたね。まもなく前場が終了でございます。日経平均、あれちょっと下げ、ちょっとあれですね、元気をなくしますかね、プラス230ですね。ドル円は 133.029 と、まだ動きませんね、この辺で。はい、はいはい。原油ね、74.43 と堅調でして、こんなん堅調にならない方がいいですけど、ビットコインも堅調ですね。注目ドルウォンは1291、この辺りでうにゃうにゃし始めてますけど、今日はなんかこの後うにゃうにゃとっちじゃなくて、まあピリピリっと動きそうな気がしますけどね。なんか昨日からの動きが変、昨日祝日やったんですかね、お隣さんようわからんけど、行きましょう。ハンギョレにこんな記事が出てまして日本の歴史、歪曲は対立を接収する罪なんかようわからんですけど、教育界からも反発強まる。ほんでなんかね、抗議行動をしてなんか破ったはる写真ですね。割合若い人たちちゃうんかな、これ30代40代のこういう感じですけど、日本の文部科学省が特と領有主張の強化日程強戦期の朝鮮人強制徴用の強制性と違法性を薄めることを骨子とする小学校の社会科教科書の検定結果を発表したことに対し、韓国の教育界の反発が強まっている。全国の17市道の教育官各個教育長の集まりである全国市道教育官協議会、全国の市と道ですね、日本でいや県かな、まあ県都市かな、30日に発表した声明で、怒りを禁じ得ない、歪曲された歴史的事実を直ちに是正することを強く要求すると述べた。まあ以下うにゃうにゃ続くんですけど、いまいちですね、反応が薄いですね。このハンギョレなんかは盛んにこのニュースを出しているよう、この関連ね、日本のキッシャンとですね、ユンさんがですね、会談したときに、これまでの日本のスタイルを踏襲するというふうにキッシャンが言うた、その9日後に教科書検定ができたとか言って、裏切りやとかで怒ってるんですけど、まあ、その、なんとも身内切りな理屈がいかにも大人さんらしいんですけども、それでもっとわーっと燃え上がるんかなというふうに、期待したんですけど、いまいちですね。で最近またユン・ミヒャンがですね、オーバーハンですね、慰安婦問題を食い物にしてですね、娘を留学させたオーバーハンがですね、最近またですね、水曜集会に参加しているということがございます。なんでしょうね、今度あれですね、徴用工問題を商売のネタにしようとしているのかもしれませんけども、あの辺がですね、反日産業というべきですけどね、それをビジネスにしている人たちがまたうにゃうにゃと動いている割にはですね、盛り上がりませんね。ただ、共に民主党の支持率上がってるんですよ。で、調査によってはですね、国民の力を上回ってるんですね。まあその理由はですね、ユンさんのですね、向こう人、お隣さん人から見て対日融和ですね、外交上のですね、譲歩ということに対する非難だろうなと私なんかは想像するんですけど、まあでもそんなこうビビッドにその国民の力の支持率が下がってですね、共に民主が上がっているというほどでもない、ちょろちょろっと上がってるなっていう感じですね。で、共に民主のイ・ジェミョンさんはですね、これは格好の攻撃材料でですね、あっちゃこっちゃに出没してですね、ギャン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 言うたはるんですけど、でもその割にはいまいちですね。まあ、非常にね、可燃性の高い人々なんでね、教科書問題というのはやっぱりちょっとあれですかね、こう燃えるには燃料が足りなかったかもしれませんね
だからもっと何かあればですね、あの火つくんちゃうんかなと、なんかもうすごく大人さんが怒るような何かがねあれば火つくんですけど、今んとこなさそうなんですよね。徴用工問題もですね、あ、何人かの人がお金を受け取るって、お金を受け取らない人もいるという、あの慰安婦問題の時と同じような流れになってですね、残った人たちがギャ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 騒ぎ続けるという構図で、まあ、しばらく続くんでしょうかね。まあ、あの次から次へとね、今後ね判決を出さざるを得ないでしょうから、あ、その行方もあってですね、なぜあのオリジナルの法治国家ですからね、そのなんて言いますか、法律をベースにことは進まないわけなんですよ。感情をベースにことは進むんで、あの燃え上がってもらうとですね、またおかしな判決で出してくれないわけであって、あのもっと燃えてほしいんですけどね。でやっぱり天皇山はね、来年4月のですね、国会議員選挙なんですよ。で国民の力は何としてもこれでですね、過半数を取らなければいけない、逆転してですね、過半数を取らなければいけないんですけども、もし取れなければですね、えらいことですよ、これほんまに。またイ・ジェミョンさんが大喜びでですね、弾劾やってやるかも分かりません。ただ今のところね、ユン・ソンニョルさん自身にですね、何と言いましょうかね、その、国民を怒らせるほどの材料が見つからないんですよね。あのキム・ゴンヒさん、奥さん、あの綺麗な奥さんね、の周辺あたりはね、なんか怪しい感じがするんですけど、あのキム・ゴンヒさんが何かですね、スキャンダルの種、そのまたお母さんですか、の種をですね、撒いてくれそうな雰囲気が多少あるんですけど、まあまあ、それはね、あんまり期待をしててもしょうがないことですけども、だからですね、イ・ジェミョンさんとしては何としてもですね、この何かの材料でですね、あのユン・ソンニョル政権を弾劾で退陣に追い込みたいわけなんですけど、いやそれをね実現しないことにはね、もしかしたら自分は逮捕されてしまうかわからんという、逮捕されたら多分有罪は必至という感じがあるんで、まああれなんですよ、イ・ジェミョンさんもここはですね、何が何でもそのもっと燃え上がらさなあかんということですね、頑張ってはるんですけどね、あの頑張ってはる姿を見かけするんですけども、いまいちもあれですね、あの若い方がね大概しらけたという話もあるんですけども、あの反日運動で、まあでもあのね、ムン・ジェインさんあのパク・クネさんを降ろしたのはわずかですね、5年ちょっと前のことですから、ほとんどの人は覚えてるはずなんですよ。なんで、あの要は頑張ればね、大統領を引きずり下ろせるんやという、なんていうか、あれがあるわけですからね、成功体験があるわけですから、そこはやっぱりもうちょっと頑張っていただかないと、あのネタにしてる私としてもですね、おとなしいネタばっかりやったら面白ないね、ほんまに。またやってーなと、あのあるいはその2019年のですね、ノージャパン運動ですね、日本なんか一体行かへんこうたらへんとか言って、あれぐらいにまた燃え上がっていただくとですね、こう非常にこう面白いわけですよ。もう綺麗な一人相撲の一人負けですからね、あれもね、あれくらい燃え上がっていただきたいなといつも願ってるんですけど私は。いや、あのであのむちゃくちゃでしょ、日本人から見ると理屈の出し方、今回のこのね教科書もむちゃくちゃですよ、はっきり言うて。そうなんね、よその国のね教科書に何書いてあるか関係ないよあんたらみたいな。普通はそうでしょ、そんなん、よその国の教科書に何書いてあるかなんていうことに文句言ってる国っていうのはお隣さんぐらいちゃうんですかね、時々中国も乗りますけどね、中国の場合はあれはね、それをやって得か損かというカードになるかならへんかというとこだけなんですよね、あっちの方がまあなんていうか利害だけで動いてるんですけど、お隣さんは感情で動いてるんでね、そこのところが面白いわけであって、感情の制御はまた効かない人々なんでね、そこでまたギャーッとなってるんですけど、そういったそのこう理屈にならん理屈でですね、ギャンギャン言うてくるから、日本人から見ると本当にあれはおかしい、滑稽なですね、うわやってる、また出てきたでって、お隣さんらしい理屈なんですけど、なんでやってくれへんやろと。まあこれちょっとでも材料としては弱かったな、教科書はね、もうちょっとなんかないやろかと日々期待してるんですけどね、なんかないかなと思って。
はい、ということでございまして、ちょろっとしか読んでませんけども、このですね、ハンギョレのアドレスを貼っておきますんで、怒ってはる人たちの写真が見られます。見たい方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございました。